至福殿、酔いは覚めたかな。これは上昇、わざわざ恐れ入りまする。うん。国久殿、昨夜はなぜ宴に来なかったのだ。流行り病で床に伏せておりまして。その病は国を憂えての病ではないのか。そなたが病だと聞いて療薬を持ってまい、これは何より聞くぞ。うん。こやつから謀反を企んだ四名の名を聞き出し、すでに捕らえた。だが死亡者は捕まえておらんのだ。吉平、わしに毒を漏れと指図したのは誰だ。天命が下ったのだ。これ以上叩けば死んでしまいます。吉平、右手の人差し指の傷はどうした。国賊を殺すと噛んで誓ったのだ。ならば十本全部切り落とせば誓いも叶うだろう。私にはまだ毒を飲む口があり、罵る舌がある。舌を切れ。あ、上昇。国久殿、宮殿はどちらに。どうかお教えください。この切手、死ぬ前に宮殿に向かって拝します。国賊を殺せなかったのもこれまた天命です。こやつを知っておろう。この悪党め、わしの側室に手を出しおって、捕らえて殺そうと思ってたところだ。こやつはわしに謀反を知らせた男を殺させはせん。こんなやつを信用なさるのですか。見つかったのか。その、ああ、はい。ネズミどもめ、
不届き千万。東照の謀反の件、陛下はご存知ですね。董卓は死んだぞ。董卓ではござらぬ、東照でござる。朕は何も知らん。血で書かれた御事のりは。陛下、陛下。その女を切れ。同期比は5ヶ月の身をもゆえ許してくれ。お願いじゃ。